本ですから、こちらの立場でして、多分人生初ご紹介をされるという、本当にドキッチョしております。一人紹介するのは得意なんですけれども、なので皆さんお手柔らかに笑顔でうなずいていただければ、すごくありがたく存じます。さあということで、本日はですね、世界舞台に一目置かれる人の英語の発音話し方技術22学校イベントにこんなにたくさんの皆さんお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本当に幸せな方が楽しみにありがとうございます。こういう観光イベントももちろん初ですし、本を出させていただくなんて人生思ってもいませんでした。本当にありがたく思っております。去年に引き続き今年さまざまな経験をしまして、いろんな人生初迎えましたけれども出場しているのは皆さんね、市場をご存知の方かと思いますけれども、とにかく始めていきたいなと思います。佐藤君見守っていてください。後ろの方ぜひ今来たということで、予約されている方は席ございますので、まだ若干余裕がありますので、どうぞ前の方に来てください。なんか立たれている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、触れてくる方はもうしょうがないということで始めちゃったと思います。さあということでですね、結構知ってる顔も今日は触れるようにしてくださってなんですが、私のことを知らないという方もきっといるかなと思っているので、自己紹介をさせていただこうかと思います。まずですね、本を出させていただくきっかけとなった、バイリンガルと言うんでしょうか、英語をなぜ私が話すようになったのかということから始めていただきたいと思いますが、インターナショナルスクールに通っていました。厳密に言うと2歳半からプレスクールに通っていたので、日本の学校に通ったこともなかったんですね。で、ボソボソ言ってますけれども、同級生も来てくれてますね。つめありがとうございます。で、ご覧の通りヨーロッパ系、アメリカ系、インド系とかアジア系とか、本当に各国の、すごい素敵な友達に囲まれて育ったわけなんですが、なのでいろんな言語を聞きながら育って、いろんな発音を聞きながら育ったと言っても過言ではないかと思います。下の写真が、若干12名なんですが、これ中学3年の卒業式、これしかないんですよ、インターナショナルスクール。私が行ってたの今でさえあとすんごいたくさんありますよね。いろんなところにインターナショナルスクール、ブリティッシュスクールがあったりとか、インド、インターナショナルスクールがあったりとか、なのでさまざまな名前とか発音とかあるかもしれないんですけど、この学校に関しては日本で唯一一番最初古いインターナショナルスクールなんですね。で、人数も少なかったんですが、海外とかに行くと、あなたの英語ニュートラルだねっていうふうに言われるんですね。なのでこういう本当に多国籍のみんなと育ったから、逆にニュートラルな英語の発音だったんじゃないかなと思います。またちょっと皆さんもしかしたらもっと思うことがあって、インターナショナルスクールに通ったからといって英語の発音がものすごくきれいになるかって言ったら、それはそうではない学校もあるし人もいるんですよ、実はね。っていうのはやっぱり育った環境ですよね。私は本当に英語ばっかりで育ったんですね、学校は。家帰ると両親は全く英語喋れないので、スイッチは結構あったとは思うんですけれども、その意味では。でもやっぱりそのおかげでニュートラルな発音だったんじゃないかなと思っています。っていうのは、日本人の友達が多い人って英語の発音ちょっと日本人名前だったりっていうのもいらっしゃいます、実際には。なのでインターナショナルスクールに行ってたんですけれども、環境がすごくおかげさまで良かったなと思っております。でですね、今回出させていただいた経緯といたしまして、私の今までの職歴を皆さんにお伝えしようかなと思っているわけなんですが、いろんな職業を経て、この NHK ワールドのニュース番組ニュースラインで気象キャスターを約5年ほどやらせていただきました。これね、ちょっと再生してもね、音が出ないんでって感じなんですけれども、これ実はプロンプター一切なし、世界の天気を3分20秒で毎正時、自分の名前で言うたびにびっくりするんですけど、毎時間生放送で、3分20しっかりにまとめて自分でこうストーリー作って、今日はこことこことここの話をしようって言って、アドリブで
喋っていましたっていうことを、ありがとうございますっていう感じでやっていたのと、まあ、NHK ですと他のキー局は出演 NG なんですね、あとはキャスターとしてはっていうことで、ただ東京ローカルのこの MXTV だけはいいよっていうふうにおっしゃってくださったんで、三浦淳さん、段階はじめさんのニルカレに負けないっていう番組も、番組進行をやらせていただいたりとかしてました。でさらにですね、今ももちろんやってます、大体もう年バレちゃうけど20年ぐらいになっちゃうかなバリガレ MC という名目で、さまざまなイベントの司会を担当させていただいております。現在はですね、BS 朝日町山智博のアメリカの今を知るテレビ Association with CNN の、ナレーションをさせていただいています。これ本当に面白い番組なんで、ぜひよかったら皆さん見てください。町山智博さんって映画コメンテーターのものすごく有名な方ですよね。なんですが、もう政治にも突っ込むし、今のアメリカをもう本当ずっと言うって感じで、すごく楽しくて、地上波でも見られないようなアメリカを見ることができます。ちなみになんですけど、I do TV narration っていうふうに英語でネイティブの人に言うと、ん？特にこのバラエティ番組だと、何それって思うらしいですね。これ私も結構びっくりしたんですけど、だってナレーションじゃないと思うんだけども、ナレーションって言うと、結構なんか、物語の語り手っていうイメージが強いそうなんですね。なので I do TV narration っていうよりも、ここに書いてある voice overs、 voice 声 over はかぶせる、この voice overs っていうとおーおーおーっていうふうに言ってくれるということです。なので練習やってる方はぜひ使ってください。まあ、こういうのが仕事ということで、ラジオのパーソナリティも、120年ぐらい J-Web をお世話になっています。時計 FM さん、そしてラジオ愛さん、日本放送さん、ローソン CS ホットステーションはですね、20年くらい私が週に1回収録してたんですけど、ローソン行くと全国の今週の新商品っていうの、あれ実は出したんですよね20年間毎週実は収録しに行ってました。でですね、今は八王子 FM 三州社プレゼンツ絶対見てほしいこの外国映画というのをやってますんで、よろしければ、毎週金曜午後8時からあそこに今今日はビデオ係で杉山さんになってますけれども、八王子 FM の局長をやっています下田君と一緒に番組をやらせていただいております。でこれに引き続き8時30分からは絶対押さえてほしいこの外国語のここプロデュースバイ三州社、この番組をやらせていただいています。はい、宣伝です。でですね、あとはライターの幅広く浅くなんですけれども、やっていただいておりまして、ジャパンテレニュースサビ東京に関しましては英語で書かせていただいています。主にレストランレビューだったりホテルレビューだったり、あとは、まあですね、スパのレビューだったりとか、美味しいところなんですけどやらせていただいていて、ライブ東京に関しましては東京都が上映しているサイトなので、日本の文化でしたり、ここでは日英で書かせていただいているんですけど、洋書だけじゃない外国人のおすすめの書店とかも書かせていただいて、まだアーカイブ残ってますので、よかったら見てください。さあ、そしてシンガーもやってましたということで、ここに繋がるんですけれど恥ずかしい、さっき出た、ご漫才中の時に流れたのが実は私なんですけど、リバロンっていうのでシンガーもやってましたですね。まあ、そんなこともありまして、このちょうどレッスン風景はリトルキャロルのメンバーに歌の歌詞の英詞 の発音を教えている様子です。リトルキャロルというのはクリスマスいろんなところで引っ張りだので、久石譲さんという、ね、お父さんの娘さんの舞ちゃん、まあ、私もすごく仲いい友達と、その子がリーダーをしている女性コーラスグループの皆さんで、その子たちはクリスマスソングを歌われることが多いので、その練習の、発音のレッスンなどをさせていただいていて、これがね、あ、なんか教えるって楽しいなと、こんなことから指導させていただくようになりまして、東京タワーの会の皆さんですとかにも英語を指導させていただいたりですとか、マニュアルを書き換えさせていただいたりとか、あとはバイリンガル MC の方やキャスターの方にも指導を行っています。ということで、なぜ私が
知能するようになったかっていうところに入っていきたいと思います。これ、まあ、分かる方は結構分かったと思うんですが、名前はあえて伏せさせていただきます。日本のトップリーダーの方、政治家の方の、スピーチ原稿です。ちょっと見えづらいかもしれないんですが、そうですね、まあ、ちょっとピンクのペンでいろいろ囲っていたりとか、これは本当手書きで大きく書いて囲っていたり、一番向こうには顔を上げ拍手促すって書いてあるんですね。これはアメリカで、スピーチされた。このカンペに関してはやっぱりちょっと賛否両論で、ある方は素直に日本語と通訳でやればいいのに、無理の無理で学生並みのスピーチを披露しなくても、しかもカンペが見えっていう方もいたりとか、あとはまあこんな口コミもあるんですが、カンペの何が悪いかって、自分の言葉で話していないのが丸分かりだから悪いんだよっていう方もいたり、一方で私も発音しにくい単語は原稿にカタカナでメモをしていますという、そんな書き込みも見たんですね。おお、そっか、カタカナで書いちゃうとやっぱりまた発音違うから伝わんないんだよな。でしかもこういう日本のトップリーダー、日本を牽引する方が、あ、こういうカンペなんだ、じゃあ自分の言葉になってないんだったらそこから始めようってことで、発音プラスでプレゼンも教えられたらいいなと思って、今、多くの方々に指導させていただいている次第です。ということでプレゼンなんですけれども、まあ、いつも私が教えていることは、私も結構2万人の前で喋、ったりとか、この前も800人の前だったんですけれども、緊張はもちろんしますよ。だけど、多分先ほどのトップリーダーの方も緊張されて、ああいうふうに大きくカンペ作ったりとか、ちょっとでもねリラックスできるようにやったんだと思うんですが、まず一つは Speak to one person、 一人だけに喋るっていうふうに想像する。それを想像する。で、私の一人っていう対象は必ずおばあちゃまなんですね。で、なぜおばあちゃまかっていうと、一緒に住んだこともないし、そこまで仲良くなかったんですけれども、いつも会うたびに、なんか本当に無条件で愛情を注いでくれて、優しい微笑みでいつも見てくれて、で、なんか特にあとこっちが伝えたいなって気持ちにさせる人だったんですね。特にゆっくり喋ったり、はっきり喋ったりとか、それを心がけておばあちゃまには喋っていたなと思ったので、対象は必ず彼女にしてるんですよ。なので一人を対象にすると楽になりますよと。でしかもその人が別に誰でもいいんですよ、家族でも友達でも。だけどその人必ず自分に無条件の愛をくれるっていうと思っていると、すごいいいサポートになりますんで、それはプレゼンの資料でよく言わせていただいています。で、これすごく恥ずかしいことかもしれないんですが、 Speak to yourself in the mirror、 鏡の前で自分と会話をする。これすごい大事なんですよ。なぜかというと、やっぱり喋らないと、話さないと英語は覚えません。聞くだけではきっと、まあそういうレッスンもあるでしょうけど、自分の声で自分の耳で聞く、自分の声を自分の耳で聞く、これなんですよ。でプラス鏡の前だと、どの筋肉を使っているかっていうのをすごく自分でもね確かめながらできますんで、これはぜひやってくださいというふうに指導させていただいています。続いて Stand Straight、 これはもうポスチャーですよね。ちょっとまあ違った角度になるんですが、私はいつもね壁を背にしてくださいというふうに言います。で、今かかと、お尻、両肩、頭、全部つけてます。この4点をつけることによって、実は自分の正しい姿勢が分かるんですね。こっからちょっと丹田といって、このおへその部分にちょっと力を入れてお腹を引っ込ませて一歩出ます。そうそう、これが実は正しい体勢なんですって。すんごい肩後ろに行ってません？でもこれが本当は実際正しい自分の姿勢だそうです。これウォーキングレッスンで教えてもらったんですけれど、まあ、モデルの人ってハンガーになれって言われるんですって。だからこの形が一番お洋服を美しく見せる形だそうなんですね。
こんなに後ろに肩やるのって思われるかもしれないんですけど、実はこれがよくって、特にプレゼンとかの声の出し方にもすごく関係してきて、あの体って声の楽器なんですね、全身が。なのでここが開くことによって肺がこうふーってなるので、とってもいい声が出るんです。なのでこれはぜひやってくださいということで、そして practice 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 練習あるのみですよということで、指導している上で、まあ、今のはちょっと違う角度から話させていただいたんですが、一番やっぱり大事なのが伝える技術だなって常々痛感するわけですよ。伝わなくては意味がないんですよね。それって結構英語を勉強するっていう上で発音って2の次になってる人がすごく多いかと思うんですが、実際発音で伝わってないっていうことがよくあると思うんですよね。なのですごく大事だなっていうのがあります。でその中でもやっぱ相手を思って話す、これってすごく大事で、発音もそれにつながるんではないかなというふうに思います。やっぱ綺麗な発音で相手に伝えようっていうその気持ち、すごく大事だなっていうふうに思っています。でそのまあ延長なんですけど、抑揚というのは伝えたい気持ちの表れでもあると思っています。やっぱりこうし話していると強調したいところ、重要なポイントはおのずと強調されるわけですよね。抑揚をつけられるわけですよね。なので抑揚も相手を思って話しているということになると思います。ただもともとそもそも淡々と喋る方っていらっしゃるじゃないですか。あんまりそんな感情を入れずに抑揚つけずに話される方ももちろんいると思うんですよね。だから急にはすごく難しいと思いますが、なんかもう気持ちのスイッチがあればいいんじゃないかなと思っています。というのは英語を喋る時だけでもいいので、日本の素晴らしい文化、例えば暗黙の了解とか言わなくても分かるだろうとか、そういうのも私は大好きなんですけど、だから日本が好きだし日本人大好きだし、だけれども、まあ、英語を話す時だけでいいので、感情を出す、感情を伝える、抑揚を出して目いっぱい感情を込めて抑揚をつけて話すっていうのが実はかっこ悪いことではない、むしろ世界の舞台に立つときにはかっこいいことなんだよっていうふうに考え方を変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますですね。あとまあ感情を豊かにする、そもそものお話ですけれども、感情をどんどん豊かにしていくっていう、まあ日々の努力ですよねっていうのもあった方がいいんじゃないかなと思います。結構ね、規制されて日本の社会であんまり言いたいことを言えなかったりとか、まあ、そういう現状があると思うんですけれども、感情を豊かにする、感情を表現する、人に伝える、これってすごく大事なことだなと、いつも思っています。まあ、あとはもう本当さっき言ったけど、喋ること、話すこと、これが英語の上達の一歩です。ということでプレゼンに関してお話しさせていただきましたが、続いては My Pronunciation Lesson ということで、発音のレッスンなので皆さん参加してください。お願いします。まず本の一番最初にもあるセット、 B versus V、 フォニックスで言うと B versus V なんですけれども、これ日本語だとバビブメボって全部共通されちゃってるじゃないですか、統一されてるんですよ、されてますよね。なので結構経験というか、発音が違うだけで全く違う意味になってしまう。この中で例えば bow versus vow、 これ全然違くって、 bow なんですか、そうお辞儀をする、 vow なんですか、近いだよね、そう。なので take a bow、Take a vow、 これ同じ形で使えます。 Take a vow に関しては、まあ、文化的にもあんまりお辞儀をする文化って日本ぐらいだと思うんですよ、まあ、アジア圏だけかな、あんまりしないですよね。ただ使われるとしたら欧米では幕が閉じました、舞台の上でお辞儀をします、こういう時に使います。なので終わりを告げるっていうイメージがすごく多いんですね。なので終止符とかね。で、take a vow だと